ウィリアム・ローブ・ジュニア、1910年撮影。ウィリアム・ローブ・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治活動家。セオドアル・ウズベルト大統領の下で、大統領秘書を務め、1909年から1913年に、かけては、ニューヨーク合衆国税関の税関長であった。息子のウィリアム・ローブ三世は、長時手保守系新聞、マンチェスター・ユニオンリーダーの発行者となった。 ウィリアム・ローブ・ジュニアはニューヨーク州オールバニに生まれた。父、ウィリアム・ローブはプロイセンからのユダヤ系移民の利用士だった。公立学校に学び、後にはカレッジでも学んだ。12歳の時には最初の職業としてオールバニ聖公会教区の初代主教だったウィリアム・クロスウェルドーンの秘書になった。その後、新聞通信員となり、法律関係の記者となって政治に、 積極的な関心を持つようになり、共和党のオールバニ軍委員会の初期を務め、無条件共和党クラブの副会長となった。1888年にニューヨーク衆議会会員の正式な即記者に選ばれ、その後、年を経る中で政治経験を積み、個人秘書として副知事や衆上委員会議長、衆会員内総務などに使え、1891年の ニューヨーク州知事選挙の際には候補者の一人であったジェイコブス・ロード・ファセットに仕えて一緒に州内各地を回り、さらに1894年には州憲法会議の報道にも関わった。1909年の風刺が、セオドア・ルーズベルトはその政策を後継者のウィリアム・タフトに手渡し、その前方ではウィリアム・ローブ・ジュニアが梱包外交の梱包を運んでいる。 セオドア・ルーズベルトがニューヨーク州知事に就任した際、ローブは州知事の公式即記者の一人に任命された。ローブには特段の細かい指示がなくても物事をこなす能力と公職についている面々や公務の内容への馴染みがあり、それがルーズベルトの関心を引き、1899年にローブはルーズベルトの個人秘書となった。 1901年9月14日、ウィリアム・マッキンリー大統領の暗殺事件が発生した夜、現場のニューヨーク州バッファローへと駆けつける途中だった、ルーズベルト副大統領に、ローブはノースクリークの鉄道駅で合流し、午前2時15分にマッキンリーが死亡したことを告げる、国務長官、ジョン・ヘイからの電報を手渡した。ローブはホワイトハウスで、 1901年から1903年にかけて大統領の秘書助手となり、ついで1903年にジョージ・コーテルユーの後をついで大統領秘書となって、その後、ルーズベルトの在任中を通してその座に止まった。ローブはルーズベルトの極めて近しい側近であり、当時最も実力を持った人物の一人であった。ルーズベルトの主要な助言者としてのローブは政策の形成や、 政治的問題の解決にも関わった。河野場において大統領の代弁者の役割を果たしていたローブは非公式ながらアメリカが衆国最初のホワイトハウス報道官として機能し大統領になり代わって発言する権限を与えられており、また記者たちは24時間いつでも接触することができた。報道官係者から石壁ローブというあだ名が付けられたほど、 彼は大統領への記者たちの接触を、それ以前人はなかったような形で管理し、大統領への面会を求める人々からの問い合わせを、ほとんど大統領を煩わせることなく裁いていた。1904年の3月から4月にかけて、ルーズベルトが、当時、柔術として知られていた柔道を、山下義明から学ぶべく、ホワイトハウスで練習をした際、大統領の相手役を務めたのは、ローブと、 当時大統領と親しかった大日本帝国海軍の中在部官、竹下勲であった。ルーズベルトはローブについて、これまでのどの大統領も持ったことがない最高の秘書と評していた。さらに、次元の中でニューヨーク合衆国税官における佐藤トラストの不正への追求を最初に手掛けたのはローブであったと述べた。ローブは1908年共和党全国大会で、 ウィリアム・タフトが大統領候補に指名された背後でもいろいろと働いていた。1908年1月、ローブはルーズベルトに後継者となるべき共和党の大統領候補者たちに抜きんでた者がおらず、議会の共和党の指導者たちはルーズベルトが3期目の出馬を狙っているのではないかと疑っていることを告げた。ローブは大統領に再選は求めないとしていた。 生命の信頼を回復するためには、誰か公認の候補者を押すべきだと促した。ローブはルーズベルトに、誰を候補として押しても、ルーズベルトが支持すれば、選挙に勝てると説いた。これに対してルーズベルトは、自分は、エリフルートが良いと思うと答え、すぐさまローブをルートに会いに行かせ、その旨を伝えさせた。しかし、当時国務長官だったルートは、この指名に驚き、 自分では当選できまいと判断してこの申し出を断った。ローブはその日のうちに大統領のところへ戻ってこの会見について報告した。ルーズベルトはルートの意向を受け入れ次に考えられるのはウィリアム・ハワード・タフトだとローブに述べタフトなら政府の舵取りの経験があるとも語った。1909年3月から1913年にかけてローブは タフト大統領によってニューヨーク合衆国税官庁に任じられた。さらにその後にはアメリカ製錬生成会社の副社長となり、最後はニューヨーク州オイスターベイで妻と息子ウィリアム・ローブ三世と共に静かな余生を送った。ウィリアム・ローブジュニアは1937年9月19日にニューヨーク州ナッソー・軍ングレン公部で70歳で死去した。 ありがとうございます。